こんばんは。ゴーイングスポーツ&ニュースです。今夜はソフトバンク松田選手、柳田選手、そして日本ハムの大谷選手にお越しいただきました。すいません、お疲れのところよろしくお願いいたします。まあね、大谷選手は昨日のホームランダービー優勝、そして今日の MVP と、まあもう最高のスターになったんじゃないですか。はい、面白かったです。楽しかったです。いやいや、もうぶっちゃけ、はい、もう若干でもこう地球は俺を中心に回ってるって思うでしょ。いやもうほんの少しでも思う瞬間あるでしょ。ないです。思わない。いや、松田選手あんだけ活躍してたら思いますよね。多分回ってましたね。ねえ、でしょ。いやいや、もう本当素晴らしい活躍ぶりでした。そして柳田選手もね、はい、昨日今日も豪快なスイングで楽しませてくれましたけど、はい、どうでしょう、オールスター楽しめました？いや、もう楽しかったです、はい、やっぱりいろんな選手との交流なんていうのもね、きっとそうですね、うん、あったんじゃないかとは思いますけれども、はい、どうでしょう、松田選手今回のオールスターは楽しめましたか？はい、はい、あんまり結果は良くなかったんですけど、本当にごめん、松田選手気使う。はい、いやいや、でもほら、いつでももうムードメーカーとして、はい、やっぱパ・リーグのベンチ相当盛り上げてくれたんでしょ、松田さんは。すごい楽しかったです、松田さんのおかげ、うん、あ、そうですか。どう、大谷さん、やっぱ松田選手はすごいですか、ベンチの中でも。そうですね、もうパ・リーグは松田さんを中心に回ってます。やっぱりね、はい、そうね、パ・リーグは松田さんを中心に、はい、地球は大谷さん。マスタルバッ、赤星さんはね、松田さんといわゆるアジアの先輩、はい、後輩で、そうなんですけど、もうどうなんですか、やっぱ赤星さんは怖い先輩だったりはなさるんですか、松田さん。いや、もう怖いです。あ、やっぱ怖い。、はい、ね、先輩なんで、はい、いやいや、我々にはすごい温厚な優しい、ね、はい、赤星さんなんですけども。いや、でもやっぱ皆さん、松田選手もそうなんだけど、やっぱ体大きいですよね。大きいですよね。ちょっと大谷選手立ち上がってもらってもいいですか。ちょっと桃子ちゃん隣行ってみ、はい、これはすごいんじゃない、相当な、はい、ほら、はい、ほら見てよ、進撃の巨人の第3弾だと思います。手も比べさせていただいていいですか。はい、あ、うわ、全然違いますね。うわ、確かにな。そうか、あの手から160キロ以上が、ね、投げられるわけですよ。いや、はい、楽しみだね、このお参加だと。はい、ということでね、さあ、ということで今日はですね、選手の皆さんの凄さが分かる秘密大公開と題しまして、うん、ご覧のようなテーマを準備してありますので、どんどん紹介していきたいと思います。はい、さあ、まずは今日のオールスター第2戦です、うん、では松田選手、はい、いつものあの掛け声で VTR 振りお願いします。ワン、ツー、スリー、まあ定着しました、これ。正直羨ましいあの選手と、うんうん、ということですね。いや、すみません、松田選手から教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、やはり、柳田選手。お、そうですか、はい、柳田選手のどの辺が羨ましいポイントでしょう。背がでかい。肉体だけ。はい、体がすごい、体がすごい、パワーがすごいですね。あ、やっぱこの体からね、もう本当パワーみなぎってますしね。そうですね、あとスピードもあるからですね、はいはい、そうですね、うん、羨ましいです。あ、足も速いしパワーもあるし、どうですか、先輩にここまで絶賛されておりますけど。いや、初めてそんな言われたんで。あ、そうなんですか。普段あんま言ってくれないとか。言ってくれないです、もうけなされるしかない。ごめんなさい、普段どんなこと言われるんですか、松田さん。前はホームラン打てないから、もうヒットにこだわれみたいな。僕ホームランいっぱい打ちたいんで。そうですよね、すごいショックです。普段はそんなへこむことでも、はい、本音としてはやっぱ羨ましいなと思っていらっしゃると、はい、うん、そんな柳田選手は羨ましいと思う選手は、はい、いや、いっぱいいるんですけど、メヒア選手。お、なるほど、西武のメヒア選手、はい、うん、メヒア選手のどの辺が。パワー。いや、パワー、柳田選手もあるじゃないですか。いや、もうパワーがすごいんで、はい。あ、やっぱメヒア選手のあの打撃見てると、はい、あのパワー欲しいなーなんて。いや、めっちゃ欲しいっす。おー、いや、まあ確かにこのスイングもすごいですけどね。いや、でもパワーで言ったらね、松田さん、はい、そんな柳田選手も引け取らないでしょ。まあ同じぐらいだと思うんですけどね。ねえ、あると思いますね。え、そう、さあ、その大谷選手が羨ましい選手っていうのはどなたでしょう。僕もいっぱいいますけど、まあ、今日は菊池さんとか、カープの菊池さんとかは。なるほど、すごい。菊池選手のどの辺が羨ましいですか。そうですね、まあ、守備もそうですし、まあ、足もそうですし、うん、まあ、僕はあんまり守備できないので、まあ、ピッチャーですからね。柳田さんもあとは、はいはいはい、すごいなと思って見てます。なるほど、大谷さん、複数挙げるんだったら、すみません、松田さんの名前も挙げてもらえますか。 ね、 ね、できれば、はい、ね、最年長として今日お越しいただいてるんで、
ね、松田さんもやっぱり羨ましいでしょ、はい、松田さん。そうですね。ね、はい、うん、松田さんのどの辺が羨ましいですか。はい、言葉に詰まるんじゃない。はい、いや、松田さん素晴らしいね。もうムードメーカーであり、はい、守備もバッティングもすごいじゃないですか。そうですね、やっぱりでも声は、はい、そこはもうすごいなと思います。ジャパンの時もそうですし。ね、はい、うん、どうですか松田さん、やっぱ声以外のプレーも褒めてほしいですよね。いや、やっぱり声しかないんだなと。いや、そんなそんなことはないね。赤星さんどうですか、お三方にご質問ございました。そうですね、やっぱりあのオールスターっていったらこういろんなチームの選手たちが集まるじゃないですか、うん、その中で多分この3人に関して言うと、はい、多分聞く側じゃなくて、多分いろんなことをこう聞かれる側なんじゃないかなと思うんですよ。技術的なこととか。だからこの2試合を通じてですね、なんかいろんなこう若い選手だったり他の選手から何か聞かれたりしたのかなっていう、うん、ほうほうほう、なるほど。特に松田さんとかね、人柄的にもほら聞きやすそうな、そう、ね、フレンドリーな方だから、うん、松田さん誰かに聞かれましたか。もうみんなにどうやって声出すんだって言われたんで。嘘つけ。そんなもん声帯使えばみんな出るわ。でも盛り上げ、どうやって盛り上げるんだって言ったんで、はい、うん、やっぱりいっぱいご飯食べたら盛り上がる。いやいや、そうか。でもやっぱり柳田さん、そう、例えばね、はい、まあ、ソフトバンクはほとんどね、連勝連勝なんていう時期もありますけど、はい、多少負けが込む時もあるじゃないですか、はい、やっぱそういう時でも明るいんでしょ。いや、もう明るくないです。え、ま、松尾選手そういう時明るくないの。はい、もう盛り上げてくれるんでしょ。いや、明るいです、明るいです。ごめん、どっちなんですか。明るいです、明るいです。その話聞いてます。すみません、明るいです。これ生放送じゃなかったら井の一番にカットするところですよ。明るいです。さあ、スタジオ盛り上がってまいりましたが、続いてのテーマはこちらです。うん、ということで、3人の野球人生で最高のシーンとは。確かにこれ気になりますね、はい、うん、こちらはですね、事前にアンケートを取らせていただきました、はいはい、まず松田選手はこちらです、うん、はい、2014年10月2日シーズン143試合目に松田選手がサヨナラヒットを打ってソフトバンクが優勝を決めたシーンです。そうだわ。これね、テレビ見てて、いや絶対僕松田選手ここで決めるだろうな、打つだろうなって思ってた覚えがありますけど、やっぱこれも最高の気分だったでしょ。そうですね、聞かれて何が一番思い出に残るかって言ったらこの一打だと思うんで、うん、はい、プロ入ってからですね、やっぱこれで優勝決まるって本当にね、はい、もうそれは忘れられないシーンの一つかと、はい、そしてね、秋山監督との抱擁のシーンなんていうのもね、本当に感動でしたけども、柳田選手がね、はい、今サヨナラの、はい、要はホームイン絶対打たないと思いました僕は。あんた先輩に何言って。いや、ほんまです。なんで打たないと思ったの。いや、なんか追い込まれたんですよすぐ、うん、はいはい、ワンアウト満塁だったんで、ええ、あ、もうこれは無理だなと思って、次中村晃だったんで、はいはい、あ、でも晃がやってくれると思って。松田さんに期待しなさい。一切打ってくれます。え、そういう人は、え、打った打ったってびっくりしながら、びっくりしながら、まあさすがです。何がさすがです。打たねえと思ってたくせに、はい、そうなんだ。はい、まあ、柳田選手にとってもおそらく忘れられない、ね、忘れられないシーンになったんじゃないかと思いますけれども、はい、さあ続いて柳田選手はこちらです。2010年ドラフト2位でソフトバンクに入団が決まったシーンです。おい、シーンじゃねえのか。おい、プレーのシーンじゃねえのか。いやいやいや、柳田さん、こういう時は大体ね、あの時のね、今松田選手みたいにサヨナラヒットとか、はい、あの時のホームランとか、はい、そういうの出すじゃないですか。な、何を提出してるんですか。いや、一番嬉しかったシーンです、これが。すいません、なんでこのシーンを選んだんですか。いや、もうプロになれると思ってなかったんで、はいはい、めっちゃ嬉しかった。いや、それはだってね、松田さんだってドラフトされた時嬉しかったですよね。嬉しかったです、はい、でもほら、こういう時プレーを選ぶじゃない。ね、これなんです。はぁ、この人生じゃなかったら大幅にカットなんだけどな。さあ、続いては大谷選手なんですが、大谷選手はまだ最高のところまで来ていないので現時点ではありませんとの回答です。いやいや、ごめん。嘘でもいいから出して、なんか。え、本当に今のところない。いや、もう聞かれた時にパッと出てこなかったので、うん、いや、だってもう163キロ出した時でもいいですしね。いやいや、なんだったら今日のホームランでも良かったですし、まだ今日 MVP 取ったのがでも嬉しかったです。それやっぱりね、はい、まあ、もう本当にずっと一生の思い出になるようなね。そうですね、はい、うん、オールスターでは取ると思ってなかったんで。そうか、いや、こんだけすごい選手は自分の中ではまだまだだと、
や出てこなかったです。そうですか。いやでも大谷選手本当にね、もうピッチャーとしても一流だし、バッターとしても一流だし、ね、そしてこうルックスもいいし、そして謙虚じゃない、もうなんか欠点とかないんですか。いやなんかもういっそのこと、いやすいません僕ド変態なんですよって言ったらほっとするんですよ。でもきっとそんなこともないんでしょ。はい、大丈夫です。さっきあのトイレでね、あの初対面で大谷さんがこう、ね、あのおしっこしてらっしゃる時に、はい、俺そうそう、俺大谷さんとのファーストコンタクト本能シーンだからね。もうそれで大谷さんがあ、すいません、こんなところですいません、よろしくお願いしますって言っても本当に謙虚な人だわ。ね、どうですか、ちなみにこの大谷さん、もちろんピッチャーとしても一流ですけど、はい、160キロというのは柳田さんこう敵として対しててどんな感じですか。いや見えないです。見えない、はい、やっぱ160キロ超えると、はあ、もうじゃあもう勘で当てにいくような、勘で当てにいきます。はあ、いやでもやっぱりこの大谷選手のね、160キロ以上フルスイングする柳田選手もね、いやすごいなと思いますし、これ、うん、プラスアルファやっぱ大谷選手あの変化球も素晴らしいじゃないですか、はいはい、だからまっすぐだけだったらなんとかね、松田選手も柳田選手も当てにはいけると思うんですけど、うん、そこに変化球があるんでやっぱなかなかね厳しいと思いますよね。いやそうですよね、はい、うん、おむかちゃん何か聞きたいことあるか。大谷選手とかに、はい、じゃあなんかいつもすごいクールなやっぱイメージなんですよ大谷選手って、うんうんうん、なんでなんか今までで一番緊張した場面っていつですか。緊張した場面、ええ、あそうですね、うん、あのメジャーリーグに行きたいという会見をした時です。はいはい、あいやいや、また波紋を呼ぶようなシーンを出すな。なあプレーのシーンで今バンケイプレーのシーンでいかおなんか変えよう、話題変えよう。そうですね、